ピオン争いチャンピオン決定なるのか。第8戦鈴鹿ブラックアウトで今スタートしていきました。野尻がいいスタート、宮田がちょっと遅れた、宮田がちょっと遅れた、太田格之進が来る、ダンデライアンの2台、坪井も来た、太田格之進が前に出て2番手。さあトップは野尻、ポールからしっかりとスタートを切っていきましたが、宮田がちょっと出遅れた、ダンデライアンの2台が前後にいるという状況。その後ろから坪井、そしてリアム・ローソン、リアム・ローソンが早くもポジションアップ、いいスタートを切りましたリアム・ローソン。前の牧野、大きいスタートが欲しいです。牧野もダブル買ってるよ、買ってるよ。さあ大きな混乱なくまずは全22台。そうですね、まずは1コーナークリアしましたね、はいはい。さあ太田格之進、素晴らしいスタートでしたね。見事でしたね。前回茂木ではフロントローからスタートということだったんですが、スタートちょっとうまくいかずね、悔しい思いをしたんですけれども、今回この鈴鹿ではバシッと決めてくれました太田格之進です。マキロも使ってんの？使ってますよ、使ってますよ。緊張感高まるスタートだったんですけれども、しっかりとホールの野尻はスタートを決めました。その中太田選手素晴らしいですね、ただ今、オーバーテックシステムを使って状態になっています太田選手、はい。さあ宮田が試験に来るか、ただ、オーバーテクシステムを使えない太田選手に対して三友選手は使うかどうか。さあどうだ、さあ後ろについた宮田、三友狙ってる、いい抑えに行くか、外から行く、外から一気にかぶせていこうというか、宮田、三友前でさあ2番手復帰、宮田りとも、これは OTS ですね、オーバーテックシステムを使った三友選手、今点滅、ゆっくりの点滅の手で、宮田選手使ったという、今は使えないです。あ、なんとかついていく、体力が落ち着いて落ち着いて、でもいいよ、ついていくよ、ついていくよ。めちゃくちゃでかいデブリが出口に落ちてる。